い、お疲れ様です。今日はちょっと面倒くさいとこですね。坂のうっすら S 字バックしてからの左バックになりますね。その坂のところがね、これがねちょっとね、タイヤがホイールスピンしちゃって登んないんですよね。まあ今日は晴れなんでね、なんとかなるんですけど、雨の日行っちゃうとね、ほんまね、なかなか勢いつけていくんで全然登んなくて、登ったはええけど、その自分の思ってるラインに全然車足が行ってくれへんもんやから、またやり直してとかしてたらね、結構大変なんですね。ただ今日はね、晴れなんで、まあ、一発では多分無理なのは分かってるんで、まあまだちょっと僕が難儀してるのを楽しんでください。ここ行くまでの道中もねやらしいんですよ。からしゃあないんでしょうけど、作ったからしゃあないって言ったってあんなとこに作らんでもええのになっていうのが本音ですね。まあ何やかんやで久しぶりだからちょっとドキドキしてますね。間違いないと思うんですけど、一応念のため道の確認しました。何回も行ってるんですけどね。ちょっとここから窓開けるのでちょっとうるさくなります。狭いところとか行くときね、僕窓開けらんとね怖いんですよ。なんか音とか聞いとかないと、ね、怖いんですよ。なんかもし当てたり引っ掛けたりとかしたら、行ってくれ行ってくれ。大和さんが行ってくれないとこも全然無理なのよ。ここは全然対向車にはみ出さないと無理やから。なんか幸先悪いな。あー嫌な予感がする。嫌な予感がするぞ。え、ちょっと待って、工事してんのこれ。ガードマン立ってるからなんか工事してて通られへんのか思ってめっちゃ焦りましたわ今。あーこっからが狭いんですよ。
勢いでいかないと、相手乗用車来てももうこれすれ違えないんでね、ここはちょっともう勢いつけてスピードでいきます。そうでもないんですけど、ここがねホイールスピンしちゃうんですよ。今回じゃあちょっとお尻が寄り切りませんでしたね。わかるかなこれ、ここのいやらしいこのポール、これが鬱陶しいんですよ。よっしゃ、行った。まあ結構まだすんなり入った方かな。
はい、無事に切りました。いやー、やっぱ狭いですね。狭いというか、この坂がやらしいんですよ。この坂が、よいしょよいしょ。これもう晴れてても、あのご覧の通りホイールスピンするんで、雨の日マジでアコの方なんですよ。バイクじゃー、道中も狭いでしょ。できれば通りたくないんですけどね、こればっかりは仕事ですから。よいしょ、焼いた血が。引っ張っても出てくるんでね、なかなかデンジャラスですよ。あるにはあるんですけどね、ただまっすぐ引いて帰るだけなんでね、多分撮影はしますけど。